チャーリーチャップリンというカクテルを作りたいと思います。こちらのカクテルなんですが、チャーリーチャップリン、まあ、喜劇王ですよね、はい、でチャーリーチャップリンという、まあ、このカクテルの名前ですが、なぜチャーリーチャップリンとついたかはちょっとまあいろいろ説があるみたいなのですが、まあ、どれもそのなぜなのかっていうのはまあわからないというか、はい、なのでちょっと私もわかりません、はい、で、ただこのウキューラは、まあ、すいません、このカクテルはまあフルーティーなカクテルになってます、はい、で飲みやすいので、はい、まあリキュールベースです、はい、リキュールを2種類使って、このスロージン、はい、スモーですね、西洋スモーのリキュールと、こちらアプリコット、まあ、アンズですね、アンズのリキュールを使って、あとはレモンジュース、はい、で1:1:1、まあ、スモーも、アンズ、レモンジュース、この3種類を1:1:1 でシェイクして、まあ、こういう、まあ、ロックグラスに、注ぐで飲むという感じですね。まあ、レモンジュースも同じ分量入るので、まあ、とてもさっぱりとしているというか、すごいこうフルーティーな感じなんです。それでは、でシェイクするのでシェイカーを出します。で、まあ、大きめのシェイカーですね、シェイカーにまあ材料を入れていきます。でスロジン、まず、まあ、別に順番はどちらで何でもいいんですけど、スロジンを入れます。で1:1:1で作るんで30ミリですね、30ミリ、スロージンは、30ミリ、そしてアプリコットリキュール、アンズロリキュールも、で、レモンジュースですね。100% のこれ、ここからレモン 100% を使って入れていきます。でこちら30ミリ。でシェイクするので。アルゴリスシェフ、
チャーリー・チャップリンでした、はい、うん、まあ、とてもフルーティーな美味しいカクテルですので、まあ、お酒あまり強くない方でも、まあ、うん、まあまあ飲めるという感じですね。フルーティーさが強いですし、あまりアルコール臭というのは感じられないので、はい、飲みやすいカクテルになってます、はい。まあ、でも2種類アルコール、ジキール入ってるので、中くらい、中くらいといえば中くらいなんですかね、はい。チャーリー・チャップリンの、カクテルレシピも、動画の最後に載せておきますので、よろしくお願いします。本日はチャーリー・チャップリンでした。ありがとうございました。